けなかったよ今日。トムさんこんばんは。いえ今日はそう、今日はラジオなんだ。おにぎりこんばんじゃい。パズピ、ヤッホヤッホ、カフェレー、ありがとう、今日も嬉しかった。今日も楽しそうでした、ピエ、楽しかった。声が大変になってる。あの、なんか花粉症の薬を飲むと喉が砂漠化するの。ミュウちゃんおはよう。ジュリアとの会話久しぶりの会話だったからね。花粉症なの、ジュリ。それでいつもあの花粉症の薬を飲むと喉が枯れちゃう。花粉の、そう、喉乾くからさ、いつもさ、でも飲みたくないんだよ、歌えなくなっちゃうから。トイレ行きたいの。ジュリはさ、列並ばすように必死だった。最初入った時に声違くて、違う人、そう、朝日ジュリアです。声の調子悪めですでかいとこ。マヤ姉妹こんばんは、ヤッホー。今日は Gboxライブオンラインリリースイベント、塩金高菜ライブでした。声の調子悪くちゃうんだよ、直して。すぐ喉やる。これはやったんじゃないもん。だって花粉症の薬を飲まなきゃいけないことと喉がっていうこと。次は日、本当？待ってるる。お疲れ、チクありがとう。今日はツイボライブ間に合わなくて、他に超ギリギリだったね。喉こちょうだい。ラジオなのね、こんばんで、ね。キッさん、こんばんざい。そうなのですよ。塩入りだっけ、あの子の声。でもなんかね、顔もね、似てるって言われる時あるの。まおちゃん、あ、120円ありがとうございました。セリナめちゃくちゃ、ね、しおちゃんのお誕生日のお祝いが今日あった。すごく綺麗な景色だったね。2本のサイリウムが。たださん、こんばんは。いいえ。最近は、またまおちゃんと、変な絡みして嬉しいよ。やばい。目が痛い。バッチボコに久々に思う。そうなの？久々なの？なんなんちゃん、ほっぺたつかそう。むにゅってしてやったぜ。指まだ残ってるよ。ギリギリ。ギリギリ。大丈夫、大丈夫。泣かないね。泣かない。いつになったら仲良くなれるのか。来世。たまにしおりちゃん見て、じゅうちゃん。だって、なんか初めての人とかに、しおりちゃんですかって言われたこともあったし、なんだろう、写真とかだとたまに似てるって言われる時あるけど、実際そんな似てないに、そんなっていうか全然似てないんだよ。ギリギリ、あ、そう、ギリギリ。タチちゃんかわいい、ありがとう。タチちゃん、今日もっとやって、もっとやってやるぜ。パパお疲れ、また、ありがとう。今日はよく頑張りました。また明日ね、おやすみ。言い方腹立つ。まあそんなところがさ、好きだしょ。似てないと思う。ジリもね、似てないと思うのよ。でもよく言われる、間違えられることはね、めっちゃあるの。空気が乾燥して、あの花粉症の薬を飲んでるからけど、愛があるから。そうよ、騙されないでね。クスタン、こんばんざい。てか今日は立ち寄りさん、なんでなんで顔芸？
そうでね、ちなみに明日のリリースイベントが渋谷ミルキーウェイであるんですけど、一部の特典会の衣装がランナーの、バンザイジャパンのジャンピンアップジャパンの CD ジャケットにもなっている衣装で、2部が元気の出る私服。元気の出る私服がね、悩みすぎてね、クローゼット見てたら配信遅くなっちゃったの。可愛いところは似てますね。よく言いました。もうちゃん好きだね。待って、そうじゃ。ね、忘れてた。そうだよね。もうちゃんってジュンのこと好きだったんだよね、最初。笑っちゃう。顔芸ふざけて。じゃなかったの。そういえばめちゃくちゃ、確かにそれはそう、本当に。元気の出る私服、いや、本当に、元気の出る私服の案も欲しい、みんなから。顔芸じゃなかった。一回声に似せて、だって前本当にびっくりしたのは、割とバンザイジャパンに来てる人、たまに、ライブがかぶれば見るよっていうファンの人とかに、しおりちゃん、ね、しおりちゃんって言われたことがあって、ジュリアだけど、みたいな。ひで豆、ポジで注文していた品物が、1ヶ月も？つか今日さ、ちゃんとそのさ、ひで豆さんが自転車の姿を見れて嬉しかった、なんだか。最初。最初めっちゃ肝心じゃん。本当の最初。どうしてこうなったの？ 元気が出るのは水着。寒いね。まあ、確かに。ミツキングちゃん、今日はお疲れ。コヘイくん、こんばんは、ありがとう。推しメンなのか。推しメンなのかもしれない。ミツキちゃん。ジュリ好き。カズヒロったヤッホー。ほんとだよ。どうしてこうなったの？なんで？ 不思議だね。面白いよね。あ、っていうか、まおちゃんお誕生日じゃん。まおちゃんじゃないけど。ちゃっちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。こちらこそありがとうね。いや、会えて嬉しかった、最高に。誕生日なのにジリがもらっちゃったし。あいちゃんにも渡したよ。お菓子ショールームリリーベだから、あえて我慢し、なんでよ。なんでやねん。お日様ありがとう。そうね。元気の出る私服って、どうしたらいいですか？元気の出る私服ってなんだ？だい、ヤッホー、たなしゅん。みつきのつがいつも言いにくそうだけど、みつきちゃん。やだよ、名前、ふ みにバレてるでしょ？元気の出る私服がやばい。何？元気の出る私服。私じゃない動画、待ってて、あげるから。絶対に、ああって言うよ。可愛ければ、ああ、そっちタイプでもいいのか。あまりにか、あ、そっちね、そっちもありなのか。着たら自分が元気。でもお気に入りの服でいいってこと？あれはお土産だからね。嬉しかった。ありがとう。しかも昨日使ったよ、もう。光ってる。待って、ないよ。お気に入りの服着る。待って、お気に入りの服か。展開でこないだ着ちゃったな。こんばんじいちゃん、たまさん、こんばんじゃ。あいつジュリのってま いいじゃん。前、あいつ それ自分のあれじゃん。あえてじゃあ、ワンピース着ようかな。よし、じゃあ、ジュリアさん好きや。もともと好きでしょ？大好きってことでしょ？元気印の服だからファン層関係なく、オレンジの服なんて一着も持ってないや。ちゃちゃへ、アクテンってヤッホー。ボーイシュ。なんかジュリもなんか元気の出るって言ったらズボン系なのかなって思ったの。今日積極的に 積極的センシティブってやばいね。ちょっとじわる。なんか言った。 まあいいよ、知ってるからさ。うん、違えてショールーム、あ、そうなの？
ショートパンツ？ショートパン、なんかでもそもそもジュリー実家に服がいっぱい置いてある。全部は持ってきてないから、こっちの家に洋服を。そこが問題なんだよね。服がそんなないっていう。もともと好きでスパレちゃいましたか。何も言ってないけどな。てんてんてん。千葉ロッテのユニフォーム。でも何年、そういうのないからね。どうしよう。何人元気の出る服。ジュリアさん好きです、ピンチョ。珍しいわ、つながって。千人切りから好きだったって言ったった。一年以上。自意識過剰のオタク。あ、でもランチ系ありがとう。ホイさんもありがとう。元気の出る私服か。難しい。今度私用にユニ持っていくか。イエーイ。とりあえずショーパンね、元気でそうだけど、あるっちゃあるんだけど、ショーパンに入らなさそうなんだよね、これが。水着じゃなくて残念でしたって。ちょうど隣だったの。実際元気出るのって対象が自分、まあ、確かにそりゃそう。よく知らない頃曲の入れ替わりで司さんみたい、あ、でも司ちゃんもよく言われる。なんか身長がほとんど一緒だし、あの髪型も似てるし、なんか対照的、対照的じゃないか、なんだろう、よくそのシルエットはめっちゃ似てるから、普通にメンバーとかマネージャーにもお互いをお互いで呼び間違えされることは割と今でもある。S から S で S から G に行った全名あなた昆虫に言って書いてないんだ。なんか、待って、面白いのもないしさ、答えして私服持ってなくて焦ってきた。どうしよう、ズボンがいいのかな。お気に入りのワンピースを着るか、黒スキニー系を履くか、どっちがいいんだろう。難しいな。あえてチーバくんの着ぐるみください。マルズ T シャツはありだね。でもないや。自分もつかさちゃんに似てるってつかさちゃんに言われました。じゃあ一緒だ、ジュリたち。今日見たチゲ、あ、来てた、よかった。あ、そう、あれはリリーベ用の、リリーベの特典会だから、サインと日付なの。いや、明日どうしよう。やっと前に、お疲れ、お帰り、会いに来てくれてありがとうね。ライトで見えなくって G だって思ってめっちゃハートしたけど声聞いた。今日かよ、しかも。でも今日のジャンピンはちゃんとわかった。ちょっとうちまた、ありがとうね。透明チェーンのに、しといてよ。ランチ決まってし、ね、ありがとう、 T シャツ、ほんとに。今日、誰もね、今日来ない、ないからやばいなって思ってたの。書いたので、受け取って。適当でいいんじゃない？ファルタ。悩んじゃう。で、CD はどういう感じ？どれの？今二択、もう黒のスキニーみたいな長いズボンにするか、ワンピースにするか、どっちか。お腹になっちゃった。でも前回のリリースイベントの特典会で、あれなんだ、なぜパンツスタイルにしたんだよな。
ピンク T シャツ、でもね、みんな勘違いしてるかもしれないんだけど、ジャンピンアップジャパンの色の T シャツじゃないんだよ、あれ。ハートしまくってるのに、ガムシ、違う、ちょっと遅かったんだもん、タッチちゃん。元気そうならスニーカーかな？かな、やっぱり。もうちょい早く、そうだよ。カーリー系も黒系も好きなんで真剣に悩み始め、ジルも今真剣に悩んでる。いつもよくね、家出る前に着替えるし、今日も上着を、昨日もね、上着を着るだけで3回ぐらいね、鏡の前で脱いだり着たりをしてた。ただスペシャル、そうそう、あのね、もともとスペシャル、あ、違う、スペシャル、そう、オンラインリリースイベントのスペシャル特典で T シャツを着用したのを販売するってなって、カラフルな T シャツをたくさん買って、それを今日のライブ前、チンボックスのライブ前に、くじ、あみだくじっていうか、くじで順番を決めて上から順番に取ってった色だから、ほんとランダム。別にチリの今回のジャンピングアップがあのビビットピンクみたいなわけじゃないんだよ。あれは CD2 枚とチ、あ、そうそう、チェキ、あ、うん、CD もだよ。は、あの、発売されてから届く。遅かった、俺が悪かったから、で、ジルも途中でちょっと笑っちゃった。昨日の、本当に？あれめっちゃシンプルね。やつ、大人っぽいの。じゃあいいか、そう。そうってわかんないけど。だってそしたらジリ、もう何色掛け持ちするの？ 3 色掛け持ちになっちゃう。でもなんか、なかなか着ない色だったから、当たったのが新鮮だった。ピンクは好きだけど、あの、薄いピンクとかが好き、多いから、あの、濃いめはね、人生で初かも。それ、そうそうそう。ほんといろんな色があって、それを、あの、こう、適当に重ねてね、一列に。それでそっから、くじで、番号になった順でピッ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 って上から撮っていったから、メンバー全員が本当にランダムと、あと前回着た T シャツとは違う色にしようっていうあれはあったけど、だから超ランダムだよ。今回の CD の色とかとかは全然関係ないの。ライスちゃんよ、ヤッホー。ちなみにあの横のバーナーシーなんかね、めっちゃ左の端の上の方にあるの。ちょっと見つけてピッピッピッってスクロール横にしたら見える。明日、あの、予約していただいた CD は明日、できれば明日中ね、24日までだけど、受け取りしてもらえないとランキングのあれに反映されなくなっちゃうので、よろしくお願いします。明日の特典会一部はランナー衣装、二部は元気の出る私服で、二部の後に軽食デートがあるのでよかったっていう。そうなの？知らなかったわ。です、よかったらお待ちしてます。そんな感じかな。マシャポンさん、こんばんは。こんばんざい。明日ぜひ、あと明日、あの、自分の中でね、びっくりポジションがリリースイベントであるので、見に来てほしい。みんなもびっくりすると思う。マザール、こんばんざい、ありがとう。私服悩んでると聞いて、もう正解。全然悩んでるよ。決まってない。どっち系、ワンピースにするか、黒スキニーにするかみたいな。ホイ様ありがとう。明日の私服は、難しい。どうしようかな。悩んじゃう。どういうのが
いいかね。今日みんなに T シャツ買え、てか何、今日はさ友達と遊んでたの？そこでってこと？なんかさ誕生日のメンバーが続いててさ、ケーキを見てるからさ、もうケーキが食べたくて食べたくて仕方がない。2日連続でケーキ見てるよ。食べたい。引き取りっても再配達取りに行くスタイル。でもオンラインのは届くと思う。アパレル、え、そうなの？12月食べたでしょ。だってもう3ヶ月も経ってるじゃん。食べたいよケーキ。ケーキが食べた。ろうそくうまくそれはそう、本当に下手くそ。今すぐケーキ買ってあげたい。今すぐケーキ買ってほしい。マサル、友達みんな今日ジリアジリアうるさかった。食べ、やった。毎日食べよう、毎日食べたい。毎日食べたらさすがに飽きるけど。腹減って、それな、お腹減った。じいちゃんも。ずっとうち一日ないから、ショールーム画面。あ、そうなの？入れて。まあそんな感じで今日の配信終わりにしたいと思います。ケーキはこの前食べました。ちょうだい、食べたい。明日のリリースイベント待ってるよ。しかも写真のフォルダ買ってみるって、プリクラ意見、動画動画も2発なやつじゃん。終わる気か。終わる気だぜ。今度8時行こう。ぜひぜひ切ってみて。おにぎりお疲れ様でした。お大事にね。ありがとう。たださんおやすみんさん、おやすみ。カフェで配信お疲れ様でした。ありがとう。いつも本当に。めでたきセレモニー。神様たちと手店を回ろうか。ほら、聞こえてくる祭りの音。自然とから。幸せの風がゆるりだ。空も心もに踏まれ、とうとうとと歌を歌えば。めんどくさいこのこと。シーンお疲れ様でした。ありがとう。かずひろさん、配信お疲れ様。ありがとう。配信ありがとう。次、ほんとよ。もう。お疲れ様、おやすみ。まさはるおやすみ。明日も頑張って。まさぽん、キーストで、あ、そっちね、わかったぞ。またね、来てね。パンチプルお疲れ様、ありがとう。ひとまめ、とりあえず初リリーベ20、え、待ってるよ。会いに来て。キッさんお疲れ様、よく寝て、寝ます。明日は目覚ましをかけないで寝ます。やっと久しぶりの。ただし、おやすみ。通販来てもらえばいけないから、あえてタイムラインから見るスタイル。来てよ。またね、またね。ということで、今日も配信ありがとうございました。明日は普通に、通常配信するから、見てね。小平くんお疲れ三角、また来て四角。いい夢見てね。お疲れ様、ありがとう、まさぽん。いや、わかったぞってこと。おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。